RTA メタルスラップ XME% ミディアム18分30秒スティーム版ゆっくり実況、星さん。ゲーセンで一度は聞いたことがあるヘビマシンガンのクッソ激烈に、病的に丁寧なドット絵が激ヤバなシューティングゲームの3作目。内容は内容な、横スクロールアクションシューティングをメタルスラップシリーズでおなじみの4人のキャラクターがドンパチやるというシナリオであり、鬼難易度に病的なぬるぬる動くドット絵が特徴のゲーム。最大2人プレイできて、キャラクターによる特性とかは一切存在せず、好み。敵キャラもほぼシリーズ通しておなじみであり、どう見てもナチスドイツみたいな軍服だったりギリギリセクトな国旗だったりの敵キャラを倒しながら進めるアーケードゲーム。アーケードゲームなので、どれだけ効率よく100円を使わせるかという部分を重視しておりゲーム難易度は鬼畜なのだが、このプレイ動画を見るとなんだ、簡単じゃないかと思える部分があんこがおかしい。このプレイヤーのプレイは世界最強の超人がするスーパープレイであり、普通にゲームをプレイするとラスボスなんか10秒で100円が解けるレベルの難易度であり、ミツヒデイコールさんがやっているゆっくりメタルスラップさんを見てもらえると、普通の人がゲームを遊ぶとどれだけ高難易度なのかがよくわかる。このミツヒデイコールさんのメタルスラップの動画はちょっとずつ上手くなっていく感じがクッソ激烈に面白く、多分アイドルを育成しているような気持ちになるクッソ激烈に面白い動画なので、全クリするのに20分もかからないとかどうかしている、でもメタスラの雰囲気だったりクッソ綺麗なドット絵をたしなめるクッソ面白い RTA 動画。